家を買うと隣人と町も買うことにっていうのが、家って買っちゃうと横に住む人がセットで必ずついてくるんですよ。で、残念ながら追い出すことはできないんですよ。違法なことを相手がしない限り。ということは、家を買うということは隣人も買うということなので、隣の人がまともな人かどうかは超重要なんですよ。こう引っ越しおばさんとか隣に住んでたら超大変じゃないですか。大都会、東京都北区赤羽とかであれば全然その貴族しか住んでないので治安もいいんですけど、足立区とかで買っちゃうと、まず足立区民しか周りにないんですよ。右も左も足立区民じゃないですか。で、まあ自分も足立区民になるし、その子供を産んだとしても足立区民になるわけじゃないですか。お前どこ出身、足立区って言われた瞬間に一生足立区民として育たなきゃいけないわけじゃないですか。なので、その足立区に投資したいならいいですけど、その要は足立区に金突っ込むのはどうかと思うんですよね。親の転勤でそこに住むとかは仕方ないと思うんですけど、誰が好き好んで足立区住むねんとか思うわけですよ。北区から見るとやっぱ足立区はちょっとこう下なんでだって選択肢で足立と板橋と北区があったら北区取るでしょうって思うんですよね。家をそのなんかマンションの間取りとか、なんかその景色がいいとかで選ぶ人いるんですけど、その実は本当に重要なのはその町と隣人なんじゃないかなと思うので、気をつけてくださいという話でした。本当に足立区の人すいません。